最近終わりの時間がいまいちわかんないので、はい、後で休憩時間教えてください。あ、56 一応時間は5時56分56分ですよね。にちょうど終わる感じですよね。5時56分、はい、そうです。20秒前です。はい。お願いします。お願いします。お願いします。10秒前です。そうやね。2回言うんですか？ミスだと思いますよ。確かにね、なんだみたいな、すいません、本音ラジオ、初めて聞きました。あ、そうですか。本当？目指せ100ツイート。おお、いいっすね。そうそうそう、あっちで。そう、これ最近小学校6年生かな。まあいいけど。結構ゆっくり喋りましたね。うん、いいんじゃない。はい、じゃあマイクあげます。お願いします。はい、タイム。はい、こんにちは。はい、11月5日土曜日、本日も始まりました。はい、沖縄と世界を結ぶエンターテイナー、さっちゃんです。さっちゃん、そしてありがとう。あ、はい、NPO 法人学び場沖縄理事をやっていて、あとヤフソで、BLC 藤枝塾という学習塾の塾長をやってます、藤枝雄二ことビバです。よろしくお願いします。ビバさん、ありがとうございます。そしていつもミキサーをさせていただいてます。はい、F 分岐のスタッフの山崎です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。逃げさびらー。さてさて、はい、はい、リスナーの皆さん、すいません、ご無沙汰しておりました、さっちゃん。あらね、はい、みんな会いたがってたよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。こんなむさ苦しい声はもう嫌だ。いえいえいえ、ね、いえいえ、本当に、このですね、2、3週間濃くて、ありがたいことに、ね、もういろんなとこ行かせてもらってましたね。親孝行もできてよかったっすわね。そうですね、はい。ちょっと、はい、何してたかというとですね、あ、はい、軽く、そうですね、そこは軽く、はい、ぜひぜひ。先週ですね、ちょっと日本列島を沸かせた日本シリーズ、ね、野球の、はい、藤枝さん見てました？やっぱ見てなかった。あ、見てなかった。マジか。見てた？もうバッチシ見てました。どういう場面が良かったですか？そうですね、結構、そのやっぱり一番印象残ったのが満塁ホームラン打って逆転サヨナラ勝ち、日本ムロ。はい。第4戦ですね。そうなんですね。ご存じで。藤枝さん見てくださいよ。結果はね、少し落ちたんですけど。はい。あのですね、私の、はい、お店、名護市で営んでる、赤インクという沖縄そば屋さん。はい、おそば屋さん。はい。父がちょっと、名護市の応援団長という形で、うん、日ハムの、はい、ファンでしてですね、で家族で応援させていただいて、約そうですね、20年ぐらい応援してます、うんうん、それで日本シリーズで広島さんと日ハムが決勝で戦うという形だったので、ぜひ慣れないチケット
ちょっと頑張って撮って、うん、北海道にあの名古屋から、はい、家族で行ってですね、うん、ちょっと親孝行させていただきました。ちょっとしばらく休ませてもらってすいません、ありがとうございました。いやいやいや、まだ経験値の上がったさっちゃん、はい、ね、いっぱい声も出してきたろうから。そうですね。ちょっとね、でもね、すごかったですね、応援が。あの札幌ドームのこの応援団の迫力、はいはい、あと知らないんですけど、マイナーなこの応援歌、選手一人一人の応援歌があるんですけど、名古屋ではやっぱ歌っても分かんない人が多くて、アウェーなんですよね、うん、でもこれをどんどんあの札幌の人たちと一緒に歌うっていうのはすごい良かったのと、あとはあのアウェーだった広島さん、うんうん、広島さんのこの大体比率で言うと 7対3で3が広島さんだったんですよ、うん、でもファンの割合が、そうですそうです、なるほど、札幌まで広島から来てるんですよ、はいはいはい、すごいですね、はい、その3割がですね、うん、あのすごい応援で、うん、もう熱気がすごくて負けそうだったんですよ、ね、7割が、はい、3割に負けそうだった、そうなんですよ、だって広島はね、はい、なぜかというと何年ぶりでしたっけ、約25でしたっけ、そうなんですよね、はい、それぐらいなんですよ。半世紀ぶり、はい。はい。そうなんですよ。で、まあ、今まで支えてきた黒田投手、うんうん、最後の出番という形 で、ね、はい。で、私が見たのが第3戦で、黒田投手と、なんと大谷選手、うん、その時はあの指名打者、うん、DH で出させていただいて、この黄金の対決を見ることができてですね、この熱気がすごかったですね。結果の大谷選手がヒットを打ってですね、うんうん、投手が投手にヒットをもらうっていう、また面白い野球を見させていただきました。すいません、血が騒ぎました。いや、いいじゃないですか。はい、以上ですね。引き続きまたスポーツも大好きなので、また皆さんに感動を伝えていけたらと思います。はい、後半はちょっと世界のうちランチ大会について触れたいと思いますね。あ、いいですね、はい。はい、よろしくお願いします。私、スポーツ嫌いなわけじゃないですよ。すごい温度差なんですけど、どうしたんですか。むしろ大好きなんですけども、どちらかというとですね、はい、どこのチームが勝った負けたとかっていうよりは、ほうほう、なんかそのスーパープレーというか、はいはい、まあ、サッカーでいうとこのよくそこのパス通したねみたいな、はははそういうのが大好きなんですよ。なるほど、どちらかというと野球の試合見るより、はい、チンプレー、好プレーを見て、はい、周辺を見る人ですよね。どちらかというとそうですね。この過程を見てくださいよ。女子的な観戦じゃないですか、それ。伝わります。女子って大体、はい、結果見ればいいじゃんって言うんですよ。違う違う、別に勝った負けたの結果も別に自分はどうでもいい。あ、本当ですか、はい、家庭も好きなんですか。家庭が好きです。なるほど。むしろもっと家庭寄りな人です。あ、本当ですか、はい、あ、野球に関してはそんなにです。いや、野球もよくそこ盗塁できたねとか、あ、あ、ナイスタイミングみたいな、もうよくそれ取ったなみたいな。なるほど。あ、そこ、あ、今の、あ、ギリギリストライスナイスみたいな。なるほど。よく入れたみたいな。リスナーさん、これ突っ込んでください。リスナーさん、そしたら、リオンシリーズテレビ見てください。しかもね、はい、2戦、3戦、4戦は沖縄で放送してたんですよ。はいはい、なんと決勝で。うん、どうです ?CS しかやってなくて。うん、ああ、そうです。どうやって見たんです。いや、自分見れなかったです、結局。うん、なんで、NHK ラジオをずっと聞いてました。あー、頭いいですね。結構がっつりですね。いや、もうイライラしてましたね。なんでやらないんだって。だからさ、そう、ね、そう、聞いてください、リスナーの皆さん。沖縄ではですね、なんと第5戦、大切な試合の分かれた第5戦がですね、うん、放送してなかったっていう CS で、私たちはスポーツバーに行ってですね、うん、はい、動画を放送して、見れない方に Facebook でライブ配信という形でやらせていただいたんですけど、やっぱ興味ある人は見るんですよ、うんうん、でしょうね。なんでちょっと本当にまたこういう機会があればという形ですね、はい、はい。なんですけど、もう藤枝さんがスポーツよりやっぱちょっと今日語りたいっていう話題がそうなんで。まあまあそうですね、うん、今日それのねことでね、少し今なんていうか悩んでてね、今テンションが上がりきれてないという部分もあるんですよ。悩みというのはですね、はい、まあ、要はいつも脳台本でやってるんですけども、はい、今日のテーマは、はい、ちょっとこのシナリオなりレジュメなりを作っておいた方が、まあ、よかったかなっていうね、ちょっと反省もあってすで、はい、に、うん、じゃあちょっと反省はしてるんですけど、ちょっと声大きく言ってもらっていいですかね。そうですね、エコーお願いします。今日のテーマは哲学しようぜ。
全然悩んでないじゃん。な、そうね。びっくりマーク2つぐらいついてたよ。ついてた、ついてた。なるほど、哲学しようぜ、はい、そう、そこのね、この哲学っていうものが、まあ、結構やっぱり難しいテーマ、うん、難しいっていう言葉、はい、言葉自体がなんか哲学って難しそうみたいな、うんうん、イメージがあるんじゃないかなと思っていて、うん、まあ、そんなことないぜって言いたいことがまず結構大事なのと、うんうん、あとは結構その、まあ、今の小中高と、うんうん、あのみんないろいろ学校が決めたカリキュラムあると思うんだけど、うんうん、まあ、哲学っていうのがあんま入ってこない。そうですね、うん、まあまあ倫理とかね、はい、なんか道徳とかなんかその辺が哲学っぽいのかなとは思うんですけど、私時はまあそういうちょっとまあ、うん、哲学としては不十分じゃないかなと、なるほど、いうふうに思ったりとか、うん、まあでも一方で哲学ってそんな小難しいもんじゃなくて、はい、本当ですか？本当ですよ、はい、まあ、ざっくり言えば何かについて考えること、これが哲学です、うんうん、あ、哲学の概念、はい、それだけでいいんですね。もうざっくり言ったらそんなもんですよ。はい、知識を愛して物事をこう考える、この営みが哲学です。なるほど、はい、藤枝さん、はい、今さっきのスポーツと共通してるのがね家庭だから、だから考える家庭が好きっていうことです。よろしかったですかね。そうです、そうです、はい、まさにその通りで、うまくまとめていただいて、本当に家庭が好きな方なんだなと思います、ね、そうなんです、はいはい、じゃあここで一回音楽の方入りさせてもらって、はい、まあ、哲学がテーマということなので、あの非常に歌詞がですね哲学的で私も大好きなラッドウィンプスさんの歌ですね、はい、では全然先生よろしくお願いします。編集してくれたんです。編集した、した、した、した。すいません。あ、いいです。楽しみにしてます。お願いします。54分でじゃあ終われるように。はい、はい、はい。しましょうね。だから、50分ぐらいから告知入りましょうね。あ、ありがとうございます。目安。はい。はい、そうですね。そう、哲学的な視点、あの、観点から聞いてくださいって一言入れてから、うん、なんかそれは。そうですね、でもちょっと流し終わった後です。ガッキーさんもちょっと哲学について、哲学について、あ、わかりました。どんなイメージとかイメージちょっとリスナーさんも参加させてですね、何言っちゃおうかな。第一問じゃじゃん。なんか前にあの一人でラジオしてはい、あのゲストも呼ばずにですね、クイズでクイズ出したんですよ、沖縄の漢字なんて読むんでしょう、はい、あれ結構リスナーさんも知ってます。ああ、だからね、なんかワイドボード使って、はいはい、うん、クイズ方式いいかな。もうここ行っちゃいますよ。大学で死ぬとは、はいはい、っていうことをリポートでしました。うん、そうそうそう、その辺ももう大命題です。命題、死生観みたいな。そう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 。難しかったんですけど、でも、はい、あ、
死ぬのってなんか悲しいだけじゃないんだなって思う。そうですだからそう、何かそれはいいことなのか悪いことなのか、善とか悪とか悲しいことなのか嬉しいことなのかっていうのを決めることも別に哲学でいくらでもできるわけです。でも常識とかコモンセンスっていうのはその先輩たちがそうじゃねえかってことをやってきただけなので、それをまあ受け継いでももちろんいいし、受け継がなくてもいいわけだから、うん、うん、そう考えるとちょっと楽になりますね、心が。そうなんですよ、はい、決まりがないというか、うん、これぐらいします？CM 行きますか？そうですね、はい、はい、いいタイミングで。でももうあと20秒ぐらいでこの曲終わっちゃうんで、そしたら CM 行きますね。立教学園の校歌も楽しみですね。めっちゃ上手でした。女性の声なんですけど。もう恥ずかしくてね、自分の声が。校歌使うって。効果作るってすごいですね。すごいよね。音をつけてていいんですか、三振は。ああ、それなんですけど、やっぱり楽譜、五線譜でも楽譜があった方が音つけやすいですよね。そうですね、はい、すぐ作れると思うんですよ。ですよね。まあまあ、かなわかんない、すぐかわかんないですけど、だから楽譜が来てからで、あ、いいです、大丈夫です、の方がいいかなと思って。なんか、ドレミファソラシドってあるんですよ、うん、それを当てはめれば早いかな。うんうんうん、そう結構初めて聞くかも。あ、そうですか。これは聞いてる。10秒前です。はい、5秒前、4、3、2、1。はい、たーい。はい、こんにちは。本音ラジオ11月第1週目お送りさせていただいてます。今日は藤枝さんの回でよろし、はい、よろしくお願いします。はい、今日のテーマは、はい、間違った、今日のテーマですね、はい、はい、哲学しようぜっていう ね、 いいですね、テーマでやっていこうと思っていて、はい、まあ、進め方も結構悩んだんですけども、はい、まあまあ、いきなりもう哲学の大命題である、もう荒い質問をもう投げかけて、お、はい、でそれをちょっとまあリスナーさんなり、まあ、さっちゃんにいろいろ、はい、いろいろこう考えていこうかなというふうに思ってます。はい、いいですね。じゃあ第1問いいですか。はい、第1問、生きるってどういうこと？あー、はい、すごい大命題ですね、これは。そうです。生きる。はい。なるほど。生きる。生きるって目的なんだとか。何でもいいんですか？生きるとか、うんうん。生きるとどういうことなんだっていう。ね、深いよね。はい、はい、はい。はい、はい、はい、さっちゃん。わかりました。ですね、生きるということはですね、はい、自分が、うん、あー、いろんな意味があるんだよな。まあ、生きる、私の中での生きるは、うんうんうん、大切な人に囲まれて楽しく生きる。はい、はい、はい、いいですね。生きる、それですかね。なので、はい、今までは生きるって、うん、ちょっと向上心というか、うん、が高かった時期があって、うん、これになりたいとか、はいはい、夢とか、うん、もう例えば目標になった人じゃないと、うん、生きるっていうイメージがなかったんですけど、うんうん、でも最近は、うん、いや、生きるってそんなにその夢が叶わなくても、うん、大好きな人たちと、うん、あるいは大切な友達と、そうですね、はい、家族とかもいて、その夢が叶わなくても、うん、普通に、うん、楽しく生きれればいいのかなと思ってますね。はい、はい、はい、いいじゃないですか、素敵じゃないですか。ちょっと柔らかい意味で生きるってそういう意味かなと思うんですけども、はい、はい、藤枝さん、ガッキーさんはどう思いますか？ガッキーさんから。はい、はい、どうぞ。生きるとは、はい、そうですね、なんか受け継ぐですかね。ああ、いいですね。はすごいな、いろんな観点があるな、うんうんうん、なるほど。自分の命もあるのはやっぱり父親母親があってのことだから、でまた自分の下の世代にまあ、そのまた命のリレーみたいな感じでつながるのかなって思うと、生きるっていうのはやっぱり
まあ、受け継ぐとかそういう感じかなと思いますね。素敵な表現、ね、素晴らしいですね。なんか今私すごいベタなこと言ったの恥ずかしかったんです。いやいやいや、でもそんなの関係ないです。哲学ですもん。そうです、そうです。ちょっと一回ですか、その間にあのリスナーさんもあの参加していただけたらやりたいです。そうですね、ツイッター、まあ、ツイキャス で、ね、あのどんどんと送っていただけたら、はい、それをちょっと取り上げていろいろコメントしていきたいなと思ってます。はい、そうです、ありがとうございます。はい、そしてビバさんが言う、はいはい、生きるってどういうこと。生きるっていうのはやっぱ死ぬための営みですよね。逆詳しく教えていただきます。はい、ざっくりと言い過ぎましたけども、はい、あのまさに今、はい、生命としての営みとしてのこの、まあ、先輩から受け継いだ命っていうのを、まあ、うん、後世につなぐっていう、うん、このリレーの役割、まあ、もっと分かりやすく言えば歯車というか、はい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 、まあ、でも社会の歯車とかね、表現もあったり、これはまあちょっとネガティブなイメージかもしれないですけど、私としては全然もうそれはネガティブなイメージではないですね。はい、はあ、そうなんですよね。哲学って結構死ぬとか亡くなるっていう意味もそんなネガティブではないですよね。全然全然、はい、だから あれですね、そのまあイメージとしてね、やっぱりろうそくとかね、命を例えるときに結構分かりやすかったりするじゃないですか。ほうほうほう、ろうそくっていうのが君の命の長さだったり太さだったりして、はい、そこに火をつけて、なるほど、火の大きさが小さいのか大きいのかとか、はい、まあ、要は穏やかに静かにゆっくり過ごしたいのか、熱くどん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 燃やしてまあね、行きたいのかとかっていうやつがあったりとか、うんうんうん、あとはまあやっぱり命ってね、この、まあ、生きるっていう今このリスナー対象としてる小中高生、うん、いやいや中高生か、うんうん、まあちょっとね、まあ、まだ考えたこともないし、うん、まだ私もそうでしたけども、もう無限にあると思ってた、ある意味その命とか、うんうんうん、でもこれはこの時期にこのラジオを聞いて考えがこう、あ、そうなんだってなれたら多分人生変わると思うんですけど、やっぱり時間が決まってるんですよね。だから例えば、あ、じゃあ1000円が手元にあって、この1000円をどういうふうに使うかっていうのと同じように、人生が80年例えばっていう時間がもう与えられてて、じゃあこの80年をどう使うかっていうふうに考えるのことも全く一緒で、はぁ、でもこれをあんまりする人が多くないんですよ。え、はい、そうですか。はい、これっていうのは考えることにってこと。いやいや、その決まった時間、その例えば80年っていう人生の中で、うん、この時間をどういうふうに使ったら自分の人生いいかっていうようなとこを考える人はあんま多くないってことです。なるほど、はい、確かに。で、私がまあさっきちょっと言った、はい、まあ、生きるっていうのはどういうことかって言ったら、うん、まあ、死ぬための営みですみたいな、うん、まあ、じゃあ本当に荒い表現を使いましたけども、うんうん、それは多分一番結構その今の80年っていう時間を与えられた時間を使うことを考える上で非常に分かりやすい結論なんですよ、うんうんうん、一つのね、もう正解でも何でもないですけども、というのは、じゃあどういう死に方をしたいかによってそれを成し遂げるための生き方をすればいいだけの話じゃないですか、うん、はいはい、あ、確かにこの80年をどう生きるかっていうのは考えてなかったですね、うん、はい、だからまあ、確かに、いや、死ぬことをゴールだとしたら、ゴールが、まあ、終わりよければ全てを知らないですけども、うん、大事です、はい、まあ、でもそのゴールに向かって いるっていう過程において何か事故なりで死んじゃったとしても、うん、それはなんかそこに向かってることだから、それはなんか私としてはありかなっていうのもあって、うんうん、まあ、いずれにしてもやっぱこのどう死にたいかっていうイメージをちゃんと持った上で生きてた方がかなり人生が、まあ、自分の思い通りになるし、内容の濃いものになるんじゃないかなと思っていて。そうですね、はい、確かに何も考えないでね、日々を送るよりは、はい、確かにそうですね、でもそれはそれなんですよ、うんうん、要するに目標を持たないっていうことをなんか選ぶのは全然 OK だと思うんです。あ、それ思いますね、はい、別に目標がなくちゃいけないってことじゃないんですけど、でもあった方が私の考えとしては、まあ、充実した、うん、まあ、私としてのいい人生歩めんじゃないかなって思っただけであって、うん、でもまあそうですね、はい、本当にその日その日その瞬間その1秒1分を全力でとかいうか、まあまあ全力じゃなくてもいいですよね、あ、ゆっくりのんびりでもいいですよ、うん、はい、人のペースがありますからね。そうそれ本当にわかります。その積み重ねが自分の人生っていう風に考えるのであれば、それはそれでいいんですよ、うん、はい、でもなんか考えも至らなくて結果それで終わっちゃった、残念だったなってなるのは残念ですね、うんうん、考え、そうですね、
うん、ある意味覚悟を持ってそのゆったり人生なり、はいはい、を歩んでほしいではあるかもしれないです、うん、確かに、うん、どっちにしろ考えることは大切かもしれないです。そうですね、考えて自分がこれを選んだ、こういう私が自分で選んだ人生なんだっていう風な認識はいずれにしても大事なことかなと思いますね、うん、そうですね、はい、ちなみに、うん、確かになんかどんな死に方をしたいとかって考えたことあります？あります、あります。ポジティブな意味で、はい、結構私もですね、よくあるのがお風呂入りながら。ああ、いいっすね。結構これが哲学なのか分かんないですけど、はいはい、本当に自分の時間を大切にしてるんですよ、うんうんうん、なぜかというと、そのあんまり人とガヤガヤ大好きなんですけど、うん、やっぱり見つめ直したり、はい、振り返るっていう作業が好きで、うんうん、でいいじゃない、まあ、明日何しようとか、うん、あとは3年後何しようとか、うん、でそのどういう死に方をしたいとか思ったのはやっぱり人のお葬式をちょっと行った時ですよね、うんうん、はいはい、最近もう本当に私のお世話になった名古屋でお世話になった三種の先生がちょっと、はいはいはい、ちょっとご冥福をね、はい、なってしまったんですけども、はい、若くで、でその葬儀ではですね、うん、もうみんなのいろんなお世話になったあの人たちが参列してるんですよね、うんうん、したらあやっぱ亡くなる時にこうやって泣きながら、うん、早すぎだよとか、うんうん、もっといてほしかったよとか、うんうん、こんなになんか感動したのがその先生の奥さんが、うん、もうこの人最高の旦那さんだったよって言った時、あ、ね、はい、この会話を見てですね、あれですよ、生身の、うん、ちょっとこの亡くなってる体を触りながらですよ、うん、それを見ながら私はあこういう亡くなり方いいなと思いましたね。そうですね、だから一人でもちょっと役に立てるような人生は送りたいですね。ああ、うん、いいじゃないですか。ありがとうございます。難しいんですけどね。まあまあで、うん、それが、うん、そのエピソードとして話してじゃあどういうような死に方ってまとめるにはねちょっともう少しの、うん、考えが必要かもしれないけど、でも、うんうん、イメージとしてはとても素敵だ。伝わりましたかね。伝わったと思いますね。まあ、はい、相当ななんか極悪人みたいな死に方はしなければいいと思うんですけど、まあ、まあ普通でもいいんですけどね、はいはい、もうちなみにどうですかね。あ、私はですね、まあ、大きく変遷があって、最初はもう大満足でもう全てをやりきって、うん、で、まあ、布団の上でお疲れさんで死ぬっていうようなようのを最初は考えてたんですよ。そんな死に方がいいなみたいな。でも今は変わってですね、いろいろやり残して死にたいなと思っていて。やり残して、はい、はあ、斬新。いろいろなんかやり残して、無念っつって、うん、はいはいはい、初めて聞いた。でもそうで、しかも布団の上なんかそんなね穏やかな死に方じゃなくて、もう例えばパソコンで、まあ、小説じゃないや、まあ、なんか文章なりもう仕事で打ってたりとか、うん、まあ、公園で壇上で喋ってて、うん、でもう本当に力尽きて死ぬみたいな。はい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 、はい、ギリギリまで自分のこうなんかやりたいことをし続けて、うん、で、まあ、パタッと死ぬっていうね。かっこよすぎですよ、はい、それは、うん、で結局それでやり遂げられなかったことがあると、まあなんか藤枝じいちゃんができなかったこと俺たちが受け継ぐぜみたいな後輩たちが現れたらそれ最高だなっていう、ね、うん、やり残した分、はい、なるほど。だからそうですね、だからそのためには自分がまあ要は慕われるというか存在じゃなくちゃいけないし、うん、まあ、多くなくてもその自分の人生をまた応援してくれるような後輩たちを育てないといけないなというふうに思っていて、うん、そうですね、はい、でその生き方としての今のこういう教育畑というか、うん、はい、を歩んでるっていうところですね、はい、うん、今の話聞いてですね、私もちょっと考え方が変わったかもしれないですね。あ、そうですか。高校生ぐらいはですね、うん、本当に単純なんですけど、うん、どうせ死ぬなら、うんうん、その一つの命が終わるときに一つの命を救えればいいのかなと思った、うん、電車でですね、うん、例えばちょっとドラマの見過ぎかもしれないですけど、はいはいはい、電車で人が、うん、線路で落ちてしまったときに、うん、身代わりになって、うん、
あのどうせ死ぬなら人を助けた後に引かれた方が、うん、あのなんつうかかっこいいんじゃないかとかタイタニックみたいに人を助けて、うんうん、どうせ自分が死ぬなら人を助けて死んだ方が、うん、なんかいいのかなと思った時もありましたね、うん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 、いやいいと思います。やらないですけどいやいやそこはまあそういうそういう場になんないと分かんないよねやっちゃうかもしれないし、ね津波というかその危ない目にあった時に助けて、うん、どうせ死ぬならと思う時ありましたね、うん、いや難しいですけどね、はい、うん、まああとはそれこそ、まあ、我々はどちらかというとポジティブな方かもしれないけども、なんか人生暇つぶしっていう考え方もありますよね。あ、いた友達に。そう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 、え、私は討論したんですよ、どういうことでも、はい、後から友達が言うには多分今おっしゃろ、うん、言おうとしたことだと思うんですけど、うんうん、納得しましたね、うん、全然ありですよね、はい、どういったことで暇つぶしと思いました。まあ要は今の日本は結構平和だから、うん、そもそも自分の命をあなんかこう必死に守んないとっていうことはない、うんうん、でまあそれこそまあ与えられたこのエネルギーというか命と、まあ、時間を、うん、まあ、どう過ごすかっていうのは結構自分次第なわけだから、うん、ありがたい、うん、そうそうそう、でそこに対して何か気づきたいとか誰かの役に立ちたいっていうのは、まあ、その一つの選択肢であって、うん、あのまあ、別に何もしなくてもその自分がこの、まあ、環境の中で、まあ、楽しくゆったり過ごせればそれはそれでいいんじゃないかっていうね。ああ、なるほどね、うん、その考えもいいですよね。なぜかというと、うん、気を合わないから。あ、そうね、うん、人の役に立つというか、まあ、それもいいんですけど、うん、あれですよね、人と人に、あの人によってはちょっと疲れるとか、うんうんうん、まあ、まあ普通でよくねっていう人もいるかもしれない、ね、うん、だって生きてるだけで素晴らしいですよ、うん、おお、うん、出ました、いい言葉いやいやいや、うん、で今までですね、その、うん、今お話しした会話では死ぬっていうのはすごい今ポジティブだった、死ぬことは今ポジティブに話されて出たと思うんですけど、うんうん、普通はね、うん、死にたくないとか、うんうんうん、いますよ ね、 だね、考えたくもないとか、うん、なんですけど哲学は違うんですかね。あ、というかまさにそこで死にたくないってものは当たり前だと思うんですよ。というのは、うん、死ぬこと自体がよくわからないです。死んだ先どうなんだとかさ、わからないことだらけなわけですよ、はい、確かに。だから人って大体わかんないことが怖いんです、うん、あー確かに、そう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 、確かに、うん、だからそういう意味でその宗教とかで死ぬことってこうだぜ、死んだ後こういう世界だぜっていうのなんかある物語があったりすると、うん、なんか救われるというか、確かに、うん、あのだからじゃあいい生き方して戒律守ってやってればちゃんと天国行けんだねとか、例えばそうですね、うん、とかね、よくありますね。あと輪廻転生とかで、うん、あの自分の 今の現世がの行いが来世の業を生むんだよとかね、うんうん、でいうとかね、うんうん、でいうことをやると、あの死ぬ間際のところで、あ、じゃあそういう風になるんだっていうことで死をある程度納得受け入れて、うん、まあまあいけるっていう感じで、うん、そうですよね。今思ったら、はい、それが本当になるわけでもないけど、そう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 、やっぱり、うん、信じたくなりますよね。そう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 、うん、怖いからかな。怖いからですね、うん、なんですけど、ここで、はいはい、もう話がですね、あのやっぱ哲学っていうのは尽きないですね。尽きないですね、はい、じゃあ後半はちょっとね、うん、何が哲学なんだっていうところを少し解説してあの行こうかなと思いますが、うん、面白いそうですね、はい、次は、CM 行きますかね。曲がいいですよ。じゃあ曲行ってみましょうか。はい、はいはい、あのですね、はい、まあ、歴代学園の効果が今モキュートさん、株式会社モキュートさんがもうご厚意で無料で作ってくださっていて、すごいですね。すごいことですよ。もうびっくりする完成度で、もう意味がわからない。おっ聞きたいですね。イメージはどんな感じですか。イメージはやっぱ応援か、応援か、うん、まあ、ここから歩んでいけばいいでしょう、一緒に行こうよっていうね、うん、いいですね、そういう感じで作って、でまあ前回かな、まあ、デモのテープ流させてもらったんですけど、そうですね、昨日ですよ、おとといかな、まあ、そんと最近に、うんうん、いわゆるボーカルさんの声が吹き込まれて、もうほぼこれで完成。あとはそれこそプロモーションビデオみたいな形で作って、カラオケ配信できたらもうプロジェクトとしては完成です。お、聞きましょう。はい、はい、ではよろしいでしょうか。歴代学園校歌、明日へと進む船、どうぞ。
成長させる小さな種はきっと大きな大きな花を咲かせるだろう。仲間たちが君を待っている。来週目、藤枝さん。はい、こんにちは、さっちゃん、よろしくお願いします。はい、大きなでした。そうです。いいですね。いいですね。いやー、はい、素晴らしい完成度です。ありがとうございます。そして、そしてこれにさっちゃんね、世界と沖縄を結ぶエンターテイナーさっちゃんが、なんですけどね、あの、はい、三振の音をつけてくれるという話になっていて。はい、いやもう今鳥肌立ったんで、この。すごい曲だったので、はい、あの携わらせていただきます。ありがとうございます、はい、ちょっと今イメージ湧いてますので。わ、素敵なんですけど、最初の波の音から始まってですね、ね、はい、あの波の音で終わって、やっぱ合唱曲っぽいこのあのいろんな楽器の音も入ってですね、うんうんうん、あとボーカルさんも前と前よりはまた加えて、そうですね、すごいもうリアルに効果って感じでしたね、はい、ですねはい、何回歌ったんですか。もはい、私です。私はもう結構聞いてますよね。100回以上。いやいいですね、さすが副学長。副学長もう今ギターで弾き語って、え、要は生徒たちのすごい合唱の伴奏ができるようにっていう、あ、そうですか、レベルで、あの素晴らしい、はい、そうですね、また最終的に今ですね、うん、ギターでビューバーさんにやってもらって、三振で私で生徒で、ああ、いいっすね、歌ってもらってまたラジオで出演です。それは最高だな。放送っていう形でもいいんじゃないですかね、うん、でも生徒たちがね、あんま歌いたがってないんですよね。ああ、楽器の方が興味があるんです、うん、あの 曲自体めちゃめちゃ気に入ってるんですよ、生徒たちも。あ、そうですか。でも歌うのはやっぱ恥ずかしいというかあったみたいで、でもやっぱ、うん、おっしゃるように楽器が非常にねうまく使われてるので、うん、あの楽器のバリエーションがかなりあるので、うん、だからあのピアノ弾きたいよとか、あ、いいですね、それこそギター教えてくれとか、うん、はい、それこそ三振弾きたいとか、あ、いいですね、 あるので合奏とかでいいかもしれないですね、うん、楽しくワイワイできれば、まあ、別にね、うん、うちはそんなに歌えみたいな感じのとこじゃないから、いいですね生徒もやりやすいですね、うん、まあ、だから、うん、まあ、いいじゃん、気に入ったんだったらね、一緒に楽しもうよっていう感じで、うんうん、楽しみ方はそれぞれだから、そうですね、うん、絶対これ一つになると思いますよね、うん、いい効果です、はい、はい、で以上でした、効果の
名前は立教学園の校歌で明日へと進む船っていうね、うん、そう今の状態はいい、ねうん、今の状態としてまあいいじゃんと、まあ、いろいろあるかもしれないけどうん、うん、でもまあね今日より明日明日より明後日が、まあ、君にとって素敵な日になればそれでいいんじゃないっていうね今日より明日まさに哲学あまあそうですね、はい、はい、なんかまたつながっていきますねつながっていきますね、はい、なんですけど、はい、リスナーさん今日のテーマは哲学です、はい、哲学しようぜですねですねはい、はいはい、なんですけどもじゃあちょっとまあ、うん、さっきねあのいきなり小難しいような生きるってどういうことっていうことについて、はい、あの私とさっちゃんとガッキーでいろいろ話しましたけど、はい、もうちょっと後半はね、はいまあ、哲学ってそもそもじゃあどういうことなのっていうね、うんちょまあ、またちょっと大学っぽくねこう難しく言うと、まあ、哲学概論みたいな哲学概論、うん、だからまあ第2問としては哲学って何っていうねうんいいですねそもそも哲学って何っていうね確かに、うん、ガッキーさん哲学のイメージって何でした哲学のイメージはいやっぱりそうですね。なんかソクラテスとか、はいはいはい、なんかそういったアリストテレスとか、アリストテレスとかプラトンとか、なんで賢者みたいな、うん、の人たちが語る、うん、ちょっとやっぱ小難しい、うんうん、説法みたいな感じですかね、はい。そういうイメージがやっぱ強いです。はい、私も同じくです。同じですか。うん、はい。ただ、はい、さっきまあ、打ち合わせで言ってたんですけど、それって倫理なんですよね。うんいやいやいや別にそれがイコール倫理ではないですね。あないです。それは先輩たちが要は何か一つのテーマに対して、はい、俺たちはここまでの結論に至ったよっていうことが最終的な答えになってるのが、うん、いわゆる哲学書っていう難しいやつです、うんうん、要は論理立てて、うん、これはこうでしょああでしょ文句ないでしょみたいな感じに作ってるから絶対に小難しくなるんですよ。うん、確かに余計な質問説明というか結局何なのみたいな感じになりがちなんですよ、うんうんはい、でも哲学っていうのは家庭というかそもそも、うん、その何か知りたいとか、うん、これでどういうことなんだろうって思ったりだとか、うん、それについてこうじゃないかなっていうふうに考えたりだとか、うんうん、これが全部哲学ですはあ、うん、じゃあ全部が全部哲学哲学ですね。そうです、うんはい、人間は考える足っていうね言葉もありますけどほうほう考えることをする全て哲学ですねだからみんなが思ってる哲学の難しいイメージは哲学書のイメージです、うん、ありますね、はい、哲学書は大体難しいです、うん、あ確かに、はい、あはいはいはいじゃあ、うん、結構みんな日頃から哲学 してる感じですよねそうですそうです、うん、足ってなんで臭いんだろうとかねそれも哲学ですよ。なんでなんで？はい？足はなんで臭いんだろう。それには何か理由があるわけじゃない。もうじゃあ何かを考えた時点でもう哲学に入ってるってことですね。そうですそうですそうです。藤井さんもう違う例えなかったんですか？あ、今パッと浮かんだ。めっちゃ受けるんだけど。足ってなんで？いやなんか。あれですね。ね、だいたい多くの俺ぐらい、はい、多くの人が思ったことかなみたいな。足ってなんで臭いんだろう。ね、それこそ有名なところであればね、リンゴってなんで落ちるんだろうか。はいはいはい。はいあと照明ってなんであんな明るいんだろう。そうですね。そう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 。なんで耳って聞こえるんだろう。目って見えるんだろう。これ哲学なんだ。これ全部そうです。はい、で今それこそね先輩たちがその哲学を、うん、こうじゃないかああじゃないかって言って、まあ、はい、家庭とね実験とそれぞれやったことによってメカニズムがかなり今現代社会は明らかになってきてる。だからそれが科学ですよね。ほうほうなるほど、はいはい、哲学が科学的に証明されつつあるってことですかね、はい、いや哲学それとも哲学でやったことが科学っていう形に なってきたってことです例えばありますかね例えばそれこそまあ、今はね例に出した耳ってなんで聞こえるんだろうっていうのは、うんうん、いわゆる哲学から医学っていうものに発展して医学から科学っていうことで、うん、いわゆる、まあ、鼓膜っていうものがありますよねほ振動っていうのがありますよね目に見えませんけど振動って何でしょうねみたいな、うん、で振動っていうのは何ヘルツがどうのこうのですよ、うん、みたいな波形ですよとかっていうので、うん、でじゃあ大きい音っていうのは波が大きいね小さい音っていうのは波が小さいねとかっていうそのメカニズムが結構明らかになってきて、うん、あこれだから耳が聞こえるんだってことで多くの人が納得できるようになってきたのが現代ってこと。ああ、なるほど。はい。これはじゃあ深
い関係があるんですね。そうですね、うんうんうん、まあやっぱり大きな哲学の流れとして哲学、宗教、学問、科学みたいな、なるほど、大きな流れがありますね、必ずしもそうじゃないですけども。で、あの打ち合わせの時に言ってたあの、はい、その哲学にも二手に分かれるって言ってたんですけど、はいはいはい、それをまたちょっと詳しく教えてください。そうですね、哲学っていうのは、まあ、私の解釈ですけども、はい、大きく信じる派と疑う派の二つに分かれるんです。ほうほうほう、はい、信じる派、例えば、はい、要するに、うん、じゃあそれさっき言ってたなんで生きるんだろうとか、うん、あのなんで死ぬんだろうとか、死んだらどうなんだろうっていうよく分かんない、うん、結論が出せないことに対して、それはこうだぜっていうふうに、例えば、うん、神のあのまあ考えがこうだからとか、あとは仏様がこう考えたからとかっていう、何かその先輩たち の, こ, のこれを信じたら間違いないよって言ったものに乗っかる、うん、だから分かんないことを信じる、とにかく理由が分かんないけど、だから信じることをあの選ぶ派っていうのが哲学の一派、うん、でもう一個の派っていうのは、まあ、それこそいやいや神様って本当にいるのとか、うんうん、魂って結局何なのとか疑っちゃいますよね。そう、疑ったりとか、あとはそれこそ今 1+1=2 ってね、うん、もうみんなは常識じゃないかって思ってるけど、いやいや 1+1=2 って本当とか、うん、そこも疑ってかかるみたいなのがあの哲学、ね、あの、うん、その哲学の2つの分かれた疑う派の一派です、うん、だどっちがいいというわけではないですね、うん、そこもいいですね。あ、それそうですよ、うん、そこもいいですね、はい、だからね、とにかく信じるってことも素敵だし、うん、でもちゃんと諦めずに疑い続けるってことも素敵だと思うし。なるほど、うん、で 今の話聞いて気づいたのが、はい、宗教も哲学なんですね。あ、そうです。というか宗教こそが哲学なんですね。そうですね、まあ哲学そうですね、哲学から生まれたものであり、うん、でも宗教は宗教の派によっては、なんかもうある意味結論を出し切ってちゃった宗教もあったりして、うんうん、それはもう哲学ではないですね。哲学論ですか。あ、そうですね、哲学から生まれたあの一つの考えにもう至ったって感じです、うんうん、私の中でもう答えに至らないのが哲学なんですね、はい、じゃあなんか考え続けてる最中みたいな感じですか。そう、はい、そうです、そうです。だから例えば今学問が今言った、まあ、1+1=2っていう結論、これも結論にしちゃえばもう学問で終わりです。あ、でもでも 1+1=2 じゃないかもしれないよねってなったら哲学です。あ、でっていうふうに思ってます。あ、はい、ちなみにですね、ガッキーさん、はい、藤枝さん、そしてリスナーさんはですね、はい、この考えがない、でも考える過程の哲学と、うん、この哲学をした後のこの答えが決まってる、例えば学問とか、うんうんうん、どちらが好きですか。あ、私はあの前は答えが決まってるものを知ることが好きでした。でも今そんな感じする今は答えがないものについて、うん、ああだこうだ考えることがとっても楽しくてしょうがないです。あ、なるほど。ガッキーさんは。いや、自分は今は答えあった方がいいですね。どうしてどうして、なんか結末がないと、うん、不安なんだ。あ、図星を疲れましたね。言い方が不安いいんですよ、はい、さっきの話と結びつけたらそうかなと思って。そうですね、不安ですね、やっぱり、うん、これって文系と理系で分かれます。あ、分かれますね。よね、思考の癖というか、うん、どっちの方がなんか心地よく感じるかとか人によって違いますよね絶対違いますね、いい悪いじゃないですね。あ、でもまあちょっと時間もあれなんでこれだけ言いたいんですけど、その善悪、うん、何がいいこと何が悪いこと、これを考えることも哲学のとっても大事な営みなので、善悪説、はい、でこれが要は今あんまり学校とか家庭とかで、うん、このなんか話し合われない、なんか今までのその、まあ、この前もね、生徒からその先生ルールとマナーって何が違うの、お前超いい質問したな、すごい質問すんな、そうだ、こういうことがとっても大事で、うん、はい、早いよ残り3分ですなるほど、はい、まあ、なのでね、ちょっとそのまあ教育改革じゃないですけども、はいはい、もう少しそのなんか哲学っていうのを身近に気軽に考えて、うんうん、家族なり大人なり友達同士で、ああじゃないかな、はい、こうじゃないかなっていう考えをぶつけ合うっていうものをもう少しやっていただけたら、多分成績上がります。成績上がる成績上
上がるの？別に上がっちゃうと思いますよ。はい、なるほど。やっぱりね、うん、あの王道ですけども、うん、問題を解いて、で分かんなかったら答え見て、答えと自分の答えの違いがなんでだろうっていうふうに考えること、これも哲学なので、うんうん、結局哲学って考えることができるかどうかっていう部分がかなりレベルが変わるので、うんうんはい、考える思考力って大事かも、大事ですよね。大事ですね。だから普段から考える癖を持ってる人が、うんまあ、どんどん伸びるから。確かに、うん、だからまあ成績が上がるって言っても過言ではないんじゃないかなっていうまとめですね、うん、そうですね人間力上がると思うんです絶対に、はいはい、なんですけどもありがとうございます。今日のテーマは哲学しようぜ。はい、ありがとうございました。大変だと思いますが、はい、じゃあ最後にね、さっちゃんからお知らせがございますので。ありがとうございます。はい、告知です。はい、出さすけですね、来週ですね、はい、グレイス・ケリープレゼンツの、なんとアラハビーチ野外ステージにて音楽フェス企画しちゃいます。はい、拍手お願いします。はい、ありがとうございます。日付はですね11月12日の、午後12時から12時半からですね、すみません。はい、なんと6時半まで6時間ぶっ通しで私 MC させていただきます。あらあら、そっちゃんがいい。はい、で出演がですね、あの、はい、グレイス・ケリーとトゥーセル・インダーセン・ビートさん、ホリデー・トゥ・サーズデイで、シカ・ツノ・アンズっていうね、いろいろバンドさんがいるんですけど、私なんとあのユニットを初めて組んでですね、はいはい、ヤンバル・ネーネーズっていう形で、あらあら、三振がっつり弾けますね。いいじゃないですか。そういうあの相棒ちゃんいるので、はいはい、一緒に三振弾いて、で、MC であのイベントを盛り上げさせていただきますので、ぜひあのイベント来てください。以上です。もう一度時間と場所だけゆっくりお願いします。はい、来週に、午後12時半からアラハビーチ野外ステージにて、行います音楽フェスティバル、ぜひあの楽しんでいけると思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。いやー、今日もあっという間でしたね。そうですね。やっぱちょっと台本書いとけよかった。いやいやいや、台本書いたら多分あの大変でした。あの、まあね、話すネタが多すぎて、まあね、また次行きましょうよね。そうですね、うん、これ第一弾って感じで、全然うちの会も遊びに来ていいので。ああ、そうですね、はい、またじゃあ哲学のぶっ込みかけましょうね、うん、そうですね。はい、もう今週もありがとうございました。はい、1周年迎えて、本音ラジオ、これからもどんどん皆さんと一緒に成長していけたらなって思っております。はい、今日の、パーソナリティは、沖縄と世界を結ぶさっちゃんと東礼教学園の藤枝雄二ことビバでした。ありがとうございました。ニフェデビタン、また来週。そうだ、ガッキーさん最後に忘れちゃった。全然大丈夫、ちょっともう時間や時間や大丈夫ですよ。楽しいですね。ゆっくりの方が聞きやすいですね、うん、ゆっくりした方が聞きやすい。そうですね、だから BGM とも結構合ってる感じ。本当だ。あ、これあんの忘れてたな。これ自分の声ですか？はい、はい、なんか違うね。バイバーイ。バイバーイ。これで56分、55分か。そうですね、こんぐらいですね。はい、OK、これで音楽が流れて終わると。ああ、いい感じですね。いい感じでしたね。いい感じでしたね。ちょっと話し足りない感はありましたけど、あ、まあ、そうですね。でもなんか終わり方としてはなんかね、終わりはちゃんと告知もできて、でエンディング流せて、はい、バイバイみたいな。確かに流れは良かったです。良かったですね。まあ、でも内容もまた勉強になるんじゃないですか。そうですね、なんかね、もう一回聞きたいって思いますね。あ、もうちょっと聞きたいっていう終わり方だったんで、やっぱりいいですね。はい、次回の話みたいな。やっぱりあれですね、あのあと少し聞きたいぐらい感とか話したい感とかも。確かにね、必要かもしれないですね。やり残した感がないそうすまいですだから最後写真撮っていいですか、3人。はいはい、撮ります。よいしょ、一緒に。あ、一緒に、はいはい。内枠、内枠、内カメ枠いきます。それでいいの。はい。
はい。